ランマ2分の1アニメ第4話を見た海外の反応集。まるで悟空対フリーザ戦をもう一度見ているような気分だったね。あの緊張感と壮絶なバトルの雰囲気が蘇ってくる感じが最高だった。今シーズンのお気に入りアニメになったんだね。歴史的に評価が高い作品だ。実際に素晴らしいなんて意外と見落としがちだけど、本当にその通りだよね。確かに古い作品の中には時代に合わなくなってしまうものもあるけど、ランマは見事に時を超えて今でも楽しめるよね。独特のユーモアやキャラクターが今でも色褪せずに愛されてるのがすごい。それだけでなく、 MAPPA は品質面でも素晴らしい仕事をしました。目や口などのアニメーションの細部が素晴らしい表情を与えているため、アートはとても美しいです。格闘技も信じられないほどよくアニメーション化されています。ああ、かわいそうな茜。彼女の髪が切られるシーンは本当に胸が痛むよね。オープニングとエンディングに茜の挑発バージョンをたくさん登場させて、彼女の髪が切られる前にできるだけ楽しませてくれるようにしてくれたんだよね。2024年になってもアニメ初見の人があの伝説的な髪切りシーンに衝撃を受けるなんて、まさに名シーンの証だね。オープニングがどう変わるかも気になるし、茜の新しいビジュアルがどう描かれるか、次週が待ち遠しいね。リメイク版のテンポいいよね。ストーリーの進み具合がちょうどよくて見応えがあるよね。見たことないけど、昔のアニメってこんなに可愛かったっけ？ランマと茜のやりとりはどれもすごく可愛くて最高に貴重。片子音痴にもいろいろあるけど、両側特別だよね。本当に病的なレベルかも。笑い、茜の挑発も素敵だったけど、短髪も似合ってるし、どちらのスタイルでも可愛さが引き立ってるね。龍河が日本を横断するほどの距離を日常的に歩いているのは本当にすごいよね。片子音痴なのにそんなに移動できるなんて、彼の体力と根性には脱帽だわ。笑い。短髪茜が登場したね。やった。新しいスタイルでも彼女の魅力は変わらず、これからの展開がますます楽しみになる。龍河が新しいお気に入りキャラになったんだね。彼のどじっぷりとキャラクターが本当に魅力的だよね。シリーズ全体のシンプルなユーモアや過剰な演出が見るたびに楽しませてくれるのも良いポイント。これからの展開も楽しんでね。茜の挑発、安らかに眠れ。新しいリメイク版のペース素晴らしいよね。単発茜の登場も新しい魅力があって、シャンプーの登場が待ち遠しいね。彼女との関係がどう展開するのかすごく楽しみだ。待って、ランマは茜が背負っていた傘の重さに苦しんでいる。茜は傘の重さに苦しんでいる。ランマは傘の重さに苦しんでいない。この矛盾は何なのだろう。茜は傘の重さをテストしていただけか、ランマは女の子として単純に強いかのどちらかだ。あるいは女の子が学校中の男子生徒全員を一撃で殴り倒せるドタバタ劇の世界、全能のドゥーンフォースの前では論理は無力です。挑発茜ファンはショックを受けています。やった、龍河を待っていました。彼は私のお気に入りの一人です。リメイクの進行が本当に好きで、様々なアートスタイルが芸術的な感じで好きです。冒頭のビデオゲームの部分が超可愛かったです。単発の茜が戻ってきましたね。単発も可愛いですが、挑発の時にいろいろな髪型を楽しめたのも良かったです。男が文字通りエピソード全体で迷子になっているのが本当に面白かったです。笑い、ゾロのミームを思い出しました。龍河がジョランマに恋をするかもしれないと嘘をつき、ランマを攻撃し続けるのは素晴らしい。茜がランマを少しずつ助けているのがわかる。ランマのことを気にかけていたにもかかわらず、ランマが茜を突き放したのは悲しい。さらに悪いことに、茜は助けたせいで髪を切られてしまった。次のエピソードがどう始まるのか本当に興味がある。ランマは有名なアニメのおかげで15年前に買った初めての漫画で、今でも私にとって健全な狂気の漫画として読み続けています。このリブートができて本当に嬉しいです。今のところとても気に入っています。龍河のバンダナの数、確かに気になりますよね。今回のエピソードも素晴らしかったですね。最後のシーンは特に印象的でした。次のエピソードが待ちきれませんね。どんな展開が来るか楽しみです。茜の髪型が恋しくなります。私はいつも最初のエピソードの彼女の見た目の方が好きでした。オープニングとエンディングが更新されるかどうか気になります。うわ、茜にあんなことが起こるとは思わなかった。今週の最新のホームコメディの強敵が登場。ゾロよりも片子感覚の悪い夜方なのようです。なかなか面白いエピソードで、戦闘シーンも素晴らしく、結末もインパクトがありそうです。茜
茜がショックから立ち直ったら、次のエピソードでこの男をやっつけることを期待しています。今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。